はい、レオンチャンネルです。アバタロー戦隊ドンブラザーズ、明日は3月6日についに放送開始ですが、それに先駆けて大量のおもちゃが発売されましたので、もう先にちょいと開封して遊ぼう。で、今年すごいのがさ、先に1号ロボのドン全開王が年明けに発売して、このお祭り大量発売の時には、チェンジヒーローズの変形ロボ玩具が出て、デラックス合体ロボ出なかったんですよね。まあ、今後発売するっぽいですが、スタートからすでに色々新しい感じ。まずは、ドンブラスターでしょ。セット版のこっち開けちゃおうぜ。はい、まずは先行で少し触らせてもらいましたが、これが今年のメインアイテムのドンブラスターね。ギアトリンガーの場合は、ここにレバーがあって回転する形でしたが、今年はこの部分をくるくる回転させてギアを認識のね、構造とか変わってませんから読み込ませて音声が鳴ると。早速もう電池も入れちゃって、待機音から桃太郎要素を全開と。もうアバタロギアも先行発売あったんで、見慣れてる感ありますね。はい、これで、手にオン。今回、このさ、爪がガチッとハマって、ロックされるのいいね。もう、桃太郎さん、桃太郎さん。ドンブラコ。桃太郎。よっ、日本一。いいね、サウンドが。またレニーハートさんとは違う、ハイテンションな切り口。ドンブラコ。アバ太郎。いや、いいよ。あとはこの上のボタンとかを駆使して、どこかのゴールド忍者みたいな。で、スクラッチを。ヘイカモーン。いや、すごいな。他のメンバーのアバタロギアも、フルカラーでいいね。誰がどう見ても全開バックルっぽさしかないやつが、やっぱどう見ても全開バックルなんだが、一応柄はちょっと反転しておりますけど、今年も発売されて6枚のギアが入るとか、一緒じゃん。そんな感じでしょ。こうして、こうして。で、閉まると。これさ、むしろ中の形状変わってなくないか。このままアバタローギア、あ、入るわ。あ、入る入る。入るし、閉まるし、全開バックル。逆にこっちに、戦隊ギア入れちゃ、戦隊ギア入れちゃっても、あ、互換性あるね。サウンドどうなる？こんな感じでね、ポンとワンタッチで出るんですよ。これザ・おもちゃって感じでいいね。あ、大気温変わった。鬼は撃ち。フックは撃ち。鬼知った。よ、鬼に金棒。よ、日本一からよ、鬼に金棒に変わった。あ、でもここは一緒か。でも面白いね。必殺は特に変わらずか。これでも、最近はもろもろ変わるのいい。ちょっとアルター系見よう。これが、デラックス玩具の、まあ、代わりじゃないけど、とりあえずデラックス玩具の合体ロボが出るまでの、あ、やっぱだいぶさっぱりしてるね。変形合体おもちゃ。あ、でも、ちょっと待って。僕、心配してたけど、チェンジヒーローシリーズのほっそりした感じと全然違う。手のひら返しあるか。あー、手のひら返しある。あ、待って、ちょっと関節も固め、全然予想と違う。お、あ、え、いいじゃん。あ、いいじゃん。ごつい。あ、でもね、ジョイントとかは、
確かにチェンジヒーローズ味あるけど、ごついでかい。チェンジヒーローシリーズとは違う。ちゃんとロボ玩具だ。なんならあの忍忍者のコアロボっぽさがあるぐらいかも。で、こっから変形合体がこのジョイント使いまくって増設してねと。おー、もっとチャッチーかと思った、チープかと思った。そんなことない、あ、そんなことない。これが逆に2000円ぐらいで買えるんだったらありあり。なんかね、感覚としてはミニプラよりちょい質感がいいから、あれか、 SMP とか、そう、 SMP だ、 SMP、 新スーパーミニプラのあのブランドの SMP ぐらいの質感だって思うと価格相応だね。おー、ほら、特急ジャーのレッド列車が入ってるので連結遊びもこうねできるし、これが謎があったりしてたよね。こう、どうなってたっけ、勢いでバッと連結できるものじゃない。でもこうして、これはなんとなくわかるぞ。こうしてここ連結みたいな。おー、はー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 、両方やって特急じゃアルタ。わかった、ここね、ほら、あった、つなげるやつが。なんでここで、あ、ちょっとだけ頭使うまではいかないけど、おーおー、はい、特急じゃアルタが完成で、わけわかんない造形とはいえ、組み替え意外といいし、本当スーパーミニプラ遊んでる感じだ。なるほど、質感いいんだ。これはね、皆さん、あの、心配せずに、とりあえず、桃太郎アルターは、前後も大きめでよくできてる。ドン前回王と比べると、ほら、半分ぐらいの高さあるもんね。またアルターでサウンドが変わりますよ、みたいな。特急じゃん。先輩。特急は桃太郎。ドン、特急桃太郎で、結構今強引な音声切り替えがあったけど、これが新 ID 遊びってわけね。じゃあ、ついにピンク枠も男性が演じる時代になりましたよ。あー、チェンジヒーローシリーズやっぱ、あー、チープさやっぱあるね。とはいえ、プロポーション再現すごいな。なんか、チェンジヒーローシリーズの質感上がった？セット版はこんな感じで、5体ドーンと入ってて、あ、でもまあ、いつも通りか。あー、でもやっぱ、チェンジヒーローズはあんまり僕ハマんなそうだな。でも、犬ブラザーとかこういうキャラは、あー、こういうキャラはいいね。フィギュア映えするね。黒い手裏剣的な、武器ついてるし。そして、サルブラザーだったりとか、予告でもかなりかわいそうな目に遭ってた鬼シスターも金棒付きでついてくると。肉抜きありますけどね。ほら、サイズ比較すると、アルターが 1.5 倍、2倍までいかないけど、1.5 倍ぐらいの高さあって、あ、やっぱね、もう何回見ると、こっちは質感ほんといい。あとは、ロボ太郎ギア。もちろん、ドン全開王は言ってくれませんから、こっちだとね。これとかで、なるってこと？え？全開じゃん。合体音、こっちで鳴んなかった合体音が、ドンブラスターから鳴ってくれるんだ。へぇー。あとじゃあ、その、レジェンドの音声が鳴るとか、僕の推し戦隊のニンニンジャー。ここは、あれだ、レジェンド待機音は共通なんだね。言わないけど、忍者一番等感半端ない。でもレジェンド変身になるのいいね。あとは僕がひたすら1年間集めまくった戦隊ギアにも対応してると。
ゼロワンとかどう？あ、待ってない。待って。でもやっぱちょっとガウマ感あるな、音声は。行った。あ、でも共通っぽいな。で、その変身音が鳴らない系のやつとかはどうなんだろう。ゴレンジャー。ゴレンジャー。よ、秘密戦隊。あー、でも秘密戦隊で一応認識はするんだ。へー。ただ。音声、変身音声鳴らす場合は、ゴーカイジャー以降のギアを使ってねってことだよね。パトレンとかだと。でもやっぱギアトリンガーとさ、形状は違うんだけど、大まかなシルエットが似てて、ボリュームも同じぐらいだし、改めて発売してみても、全怪獣の後編感半端ないね。あ、あれだ。全怪獣ギアみたいな、ごついやつっていけるのか。あ、え？いける？あ、いけない、いけない。ハマってるように見えて、ハマってませんね。あ、惜しい。でもとりあえず心配だった。ドンブラザーズ関連のみで構成されたイチゴロボの未発売。どうなるかと思いましたが、表あるとあの変形型ロボが完成度が高くって、デラックス玩具ほどのカッチリ感はないけど、でもスーパーミニプラぐらいの食玩の超クオリティフィギュアみたいな、そういう質感の高さはありますから、これはね、一気に僕、アルター玩具推しかな。ただやっぱりドンブラのみで構成された専用ロボ欲しいところではありますね。以上、ついに発売したアバタロー戦隊ドンブラザーズの玩具をいろいろ開封して遊んでみたあの動画でした。